IFC モールですね。もう香港はこういうでかいモールばっかです。で、IFC モールを抜けて海沿いです。観覧車、気分転換の時のね、定位置ここです。ガーデン、これ海、ラマに行く時このフェリーが下、ここでします。今はいい時代になりましたからね、どこでもネットが通じます。ここがIFCモールですね。定位置、ここちょうど机の位置、いいんです。マックを置くのにちょうどいいんです。しかもこの景色で、ただです。なのでたまにここに来ます。それでは戻ります。昼時はすごい人来ます。セントラルなんてね、ここ本当東京駅みたいなもんなんですけどね、その道路でこのように来ます。突然珍しく白い恋人のゴミが落ちてます。こちらでは珍しい光景ですね。こうゴキブリの死骸は珍しくない光景です。で、ゴミ箱は至る所にあります。どうも。今日ですね、ちょっとね、ソニーのいつも使ってるこいつがですね、ちょっと調子悪くなっちゃったんで、とりあえず iPhone で撮ってます。これですね。でね、今日の1本です。こちらですね。はい、ボツのメガネです。赤、裏地がオレンジですね。立体的なんですよね、これ結構。でカーブもそこそこあります。なんで、まあ1本目ではなくて何本目かの方ですね。でもかなり一見派手なんですけど、つけると全然しっくりときますね。ぜひ。道なんですけど、真っ暗闇です。でも暗闇ってとっても落ち着きますね。